桜の時間がやってまいりました。今日は千葉県成田市に来ています。私の後ろに見えるのがじゃーん、こちらアートホテルになります。今日はこちらに泊まってみたいと思います。こちらはですね、朝食、夕食、バイキング、ビュッフェです。そしてなんと温泉、露天風呂とサウナ付き。どんなところなのかこれから行ってみたいと思います。じゃーん、こちらはですね、ツインのお部屋にしました。見て、こんなに広いの、わかるね。はい、そしてベッド横に扉があります。洗面ですね、広いですよ。鏡もついてて、タオルもあって、そしてこちらの扉がまあバスですね。広いですね。そして上にはふかふかのタオル。広いから見て、この窓ね。それではですね、この窓からの眺め見てください。正面はね、駐車場なんだけど、右の方を見るとね、空港。遠いから映るかな。ほらほらほら、来た。おー、紫なんかされてる。着地するんでしょ、あそこに。行くの。お、浮いてってる。お、低くなった。ほら着いた。ほら、おー、生まれて初めて見た。かわいい。夕食の時間になりました。バイキングなんで、まあ、ざっと取ってきました。サラダです。見て、かわいいでしょ、この、ね、トマトなんだよ。ちまきです。ごま団子でしょ。これがね、角煮なのかな。そしてこちらもサラダになるんですが、見て、生ハムにね、パイナップルが入ってる。そしてこちら、これが小松菜のスムージーだそうです。小松菜だよ。そしてお蕎麦、ピンクと緑で可愛らしい。これね、ラーメン。なんかね、ラーメンはラーメンでもね、ここのバイキングはね、トッピングがいろいろあります。お味噌汁の具にしても、ご飯もカレーライスだったり、トッピングがいろいろありました。そしてこれが豆パナ、冷たいんだけど茶碗蒸しみたいな感じなのかな、ね。そしてデザートもフルーツでしょ、ケーキでしょね。これもほら、涼しげな可愛らしい、こういうものもありました。揚げ物、それとこれです。これがですね、私はこちらをちょこっとだけよそってきたんですが、これのよく見ると下にご飯があるんです。ご飯の上にトッピング乗せて食べるとか、お茶漬け風だったり、いろいろありました。それではいただきたいと思います。
朝食のお時間になりました。いかがでしょう。洋食風に盛り付けてきました。まあ肉じゃがとかきんぴら鮭、見てください。自家製豆腐だそうです。こういうおしんことか佃煮系も他にもありました。はちみつ入りピーナッツハニー、これってあの子供の頃に食べた、年がバレちゃうな。はい、そしてヨーグルトにフルーツ、そしてやっぱりね、朝朝食といったら納豆ですね。まあ他にもねまだあったんですが、私はこんな感じで持ってきました。あ、そうそう、それとお味噌汁はこちらは豚汁になってます。はい、それではいただきます。